期10話最終話やっていきましょう。ぜひ皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということで、何このあっという間、気づけばもう最終話ですよ。であの状況でどうやって終わんの、なんかバイオ4のゾンビに囲まれたあの家の状態みたいなさ、そんな感じで終わってるから、これで最終回きついぞ。でも言うてあれやろ、この後 OVA とかあるんでしょ。 OVA があって、記憶が正しければ OVA があって映画があるんですってね。 OVA 映画で3期かなと思ったら OVA 祭りがあるみたいだね。全13話で合ってます。リスナーさんにね、ちょっと教えてもらって、自由人さんね、あのメッセージをくれまして、ね、まだね、いろいろあるよって言って、あ、そっかつって、よかったよかったけど、これもともとこのスバ、3期が始まったからさ、わぁ、なんとかして追いつきたいと思ってさ、見始めたわけよ。で、まだまだあるからさ、あ、追いつかねえなってなって。結構飛ばしてるよ。飛ばしてんだけど、追いつかねえなってなってさ。まあだから、毎日一本ずつこう見ていくっていう流れは変わらないんで、まあ3期をこう毎日楽しめると考えればやったーっていう感じなんですけどもね、気分的には。だから、ちょっとミッションも多分これ不達成になるだろうなっていう、なんとか追いつきたいけど怪しいなみたいな。ね。2クールでやってくれたら奇跡が起きる。2クールなんですかね。最近ちょいちょいなんか2クールとかあるからさ、ダンジョン飯とかもそうじゃん。あ、ワンチャンにかけたいよね。うん。っていうことで、はい、一応引き続き、ね、ここから OVA、映画 OVA からの3期っていう感じで見ていきますんで、ね、引き続き何卒よろしくお願いいたします。もう前回のいろいろとなんか宗教観の話とかちょっと面白かったですね、コメント欄で。だいぶ面白かったですけども、コメント欄を見た結果、俺完全に日本に染まっとるね。考え方が。そらそうさ。ねえ、もう、やっぱ日本大好きやからさ、なんかもう考え方がね、いろいろと日本によるっていうのは、しょうがねえやな。はい、ということで、セミをうるさく感じなくなった2期です。もうその時点で外人捨ててるよ。普通うるさいから。うるさいんだけど、それを心地よく感じ始めたらもう日本人ですね。もう間違いねえわ。やっていきましょう。1割側だけ外人、中身日本人、ジョニキです。あしゃっす。ということで、やっていきましょう。レッツゴー。ほら見ろ。ほら見ろ。あ、逃げた。マジでかわいそう。お、この素晴らしい仲間たちに修復を。やべえじゃん。あっち。ほう。まだやるんだ。まだやるんだ。やばいな。まだやるのかよ。今、偽物女って言ったよね、多分。あんなこと言ってる。に戻ると思うの。臭い匂いを根元から立つのよ。いたぞ。パチモンだ。パチモン。あんなこと言ってる奴ら助けなくていいんじゃないか。ひどいな。私の可愛い信者たちが。優しいな。ねえ、私アクシス教のアークプリストなんですけど。ほら、私の冒険者カードちゃんと見て。いくらアークプリストでも無理なんです。先ほど入られた管理の方からも誰も入れるなと言われてまして。管理の人、何時経験なるアクシズ教徒よ。お、これは必要なことなのです。正しい行いなのです。私たちを通すことでこの町が。あ、自分らエリス教徒なんで。おお、お願い、どうしてこの先の人生が危ないの。ダメじゃん。このまま成り行きを見てみよう。バカ野郎。ダメです。ほら帰った帰った。ちょっと待って。あなたってなんだかそこはかとなくイケメンよね。横顔のあたりがレッドドラゴンに似ててかっこいいと思うの。レッドドラゴン。トカゲが歌って言ってんのか。わかったわ。はい、どうしてもここを通さないって言うのなら。レッドドラゴンはあかんやろ。チェイリス教徒にひどいこと言われたって。アクシズ教会に駆け込んでやるから。あ、何バカ言ってんだあんた。くそ、これだからアクシズ教徒はたち悪いんだ。あ、青い髪、あんた先日温泉をお湯に変えるいたずらをした人じゃないのか。いたずら。違うの、あれは温泉を浄化しただけ
んだか、そんなやつ入れられるか。いや、こうなったか。ほら、ダクネス、数少ないお前の出番だ。数少ない、おい、私だってたまには役に立っているぞ。お前を押すな、一体何のつもりだ。控えろ。同じ宗教ってこと。あ、そっち使った。これは緊急事態なのです。ほら、お嬢様、その胸元に隠してる証拠のペンダントを。お嬢様、抵抗なさらず。お嬢様、これは動かせ。お嬢様、カズマ、しっかり押さえててね。今は、おい、痛い、どうしようってなってるやん。喜んでんじゃん。ああ、何やってんだよ。本物だ。あ、これは飛んだゴブレよ。事故。悲しいわ。バカ野郎。臭い女だな。貴族として扱われたいのか、仲間として扱われたいのか、はっきりしろよ。めんどくさいとか言うな。カズマは私よりも年下だろう。ん？それはダクネスをちゃんと仲間だと認めてるからだよ。そう。年上の貴族のお嬢様、ララディーナ様じゃなく、頼れるクルセイダーのダクネスとしてな。お、そうか。おお。それなら別に、まあ。ちょろいな。ちょろいな。ちょろいわね。皆さん。皆さん。見えてきましたよ。おい、この上黒いぞ。毒なんですよ。お、本当だ。これ思いっきり毒なんですけど。本当だ。この様子だと、源泉もすでに汚染されてしまってる。あ、マジだ。急ぎましょう。いや、温泉ってそういうものじゃん。ちょっと臭いとかさ。あ、マジだ。待て、誰かいる。なんで。おえ、俺は津田の健さん。綺麗になっちゃう。あ、洗剤、なんか今にも見投げしそうな雰囲気ね。洗剤じゃねえよ。だいぶアクシズ教徒たちにやられてたからな。だから怒りか。危ない、見投げ。出してた、やっぱり。ほやほや、ほやじゃねえよ。これは観光ですか。実はこの温泉、腰痛、肩こり、疲労回復、美容効果、その他ムカつくから。邪念、各種呪いなど、もろもろ効果がありまして。だから入れたのか。邪念。変更表をいただいておりまして。ですからです。この方、見覚えが。見覚えなんてそんな初対面ですよ。ハンスさん、ハンスさんですよね。誰のことですか。私はここの管理人の。ハンスさん、お久しぶりです。私ですよ、ウィズです。リーのウィズですよ。ちょっと何を言っているのか。俺のセリフや、外人は。デッドリーポイズンスライムの変異種でしたね。ひょっとしてハンスさんが源泉に毒を入れていたんですか。スライム。デッドリースライム。ねえハンスさん、さっきからどうして私を無視するんですか。まさかの。ウィズですよ。何ですか。私はあなたのことなんて知らない。ちょっと揺さぶるのはやめてください。ひょっとして私のことを忘れちゃったんですか。ほら、昔魔王さんのお城だーっと。急ぎのようが、今から町へと戻りますんで。まあ無理だね。はい。ここは通さないわよハンス。そんな言い訳通じると思うのですかハンス。悪あがきはやめて、そろそろ正体を現せよハンス。ん、ハンス、くしゃー、もう無理だな。危ない、クソどもが。ウィズ、お前店出すとか言ってたじゃねえか。温泉街うろついてないで働きやがれ。ひどい、はい、私だって頑張ってるんです。休暇、休暇。ほど貧乏になっていくのですが。変な商品手出すからだよ。かけ隠密にやってきたってのに。ウィズ、確かお前、結界の維持以外では魔王軍に協力しない。その代わり俺たちに敵対もしないっていう、互いに不干渉の関係だったはずだ。おお。それがどうして俺の邪魔。え、私ハンスさんの邪魔をしてしまいましたか。久しぶりに会ったから声をかけただけじゃないですか。それが邪魔になってんだ。あんたのせいでどれだけ苦渋を舐めたか。だろうな。どうするんだウィズ、俺とやり合う気か。この人たちは私の友人なんです。話し合いとかできませんか。変わらずリッチーになってからはふぬけてるんだなウィズ。お前がアークウィザードとして俺たちを借りまくっていたあの頃には話し合いだなんて言葉は出てこなかっただろうに。あの頃は周りがよく見えてなかったというか。ウィズ、こいつとは顔見知りなんだろう。
その過去を知りたい。戦いづらい相手だろうから下がっていてくれ。お、俺の名は佐藤一馬。あまたの強敵をほぐりし者。かっこいいよ。カズマさん、確かに私としては戦うことは遠慮したいのですね。またかよ。はい、チュンチュン丸。違う。やめろ。やめろ。引っ張るな。誰もが俺の本性を見ると同時にひれ伏し、許しを請うてきた。お前は骨がありそうだ。最弱モンスターのスライムのくせに何言ってんだ。あ、デッドリーってなからして毒攻撃してきそうだが、こっちには毒を浄化できるアクアがいる。負ける要素が見えたらない。俺の名はハンス、魔王軍幹部の一人、デッドリーパイゾンスライムのハンスだ。今なんて、え、これさ、彼がスライムなの？マジで？あ、あの、いや、わかんない。その、毒のスライムを出すわけじゃなくて、彼がスライムなの？あ、そういう感じ？おー、転生したら、毒スライムだった剣。魔王軍幹部？ハンスさんは幹部の中でも、高い賞金がかけられているから、ああ、ああ、ああ、スライムってのは雑魚だろ？そうだよな。そんなバカだから、だから言い切ったのか。スライムは強敵だぞ。まず物理攻撃がほとんど効かない。一度張り付かれたら終わりだと思え。あ、死ぬな。溶かされるか、口を塞がれ窒息するぞ。おお、しかもそいつは町中のお湯を汚染できる猛毒の持ち主です。おお、即死だと思ってください。やば。大丈夫よカズマ、死んでも私がついてるわ。でも捕食だけはダメよ。チート、蘇生できないからね。やばいよ、やばいよ。初のガチ危機。冒険者よ、やばいよ。すいません、当然ですよね。無理ですよね。いや、しかも体バキバキだったんだよ。腹とかさ。正解です。 ですよね。ああ、マゾンの血が。ああ、どっから声出した。ああ、やべえやん、もう源泉は諦めようぜ。はっはっ、悪質行徒なんていらない子たちだし。ひどい。この町の悪質行団が多かった。いいことじゃないか。いいことやな、残念ながら。残念ながら。はい。残念ながら。お、でも偉いね、一人で立ち向かう。いいんですか。きっともっとひどいことになりますよ。ああ、そうなんだよな。あいつらはもうしゃあないけど。いいっすね。なんだかんだ言いながら、言いながら。で、まだやってんのかよ。ちょっとあんた、追いかけずに。毒属性なんてそんなの流行んないわよ。暗いのよ。どうせそんなだからモテなくて魔王軍なんかに身をやつしたんでしょ。草。なんだと。毒吐いた。どの面下げて戻ってきた。このザ子供が。ここの汚染さえ完了すればこの町に用はない。ようやくだ、ようやくこの忌々しい町からおさらばできる。忌々しい。気持ちは分からんでもないが。分かる、なんなら。そういえば本物の管理人はどうしたんだよ。おお、確かに食った。あ、今なんて。だから食ったと言っている。俺はスライムだ、食べることが本能だぞ。わお。おお、カースだ、クリスタルプリズム。うわお、あ、やば。うわお。確か私が中立でいる条件は、戦闘に携わる者以外の人間を殺さない方に限る。あ、かっこいい。ウィズ、やめろ、魔法を解け。冒険者が戦闘で命を落とすのは仕方のないことです。彼らだってモンスターの命を奪い、それで生計を立てていますから、自らも逆に狩られる覚悟は持つべきです。わお。そして騎士も、彼らは税を取り、その代償として住民を守っている。対価を得ているのですから、命のやり取りも仕方ありません。ですが、この辺り一帯は完全に汚染さ。ですが管理人のおじいさんは何の罪もないじゃないですか。あ、やばいわ。怖いんですけど。株上がったわ。鬼の魔女と恐れられたお前を相手にするにはやむを得ん。おお、まあスライムだから出てくるわな。このまま食らいつくし。やばい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 。あ、かっこいいし、やべえわ。これは。なんと見事な
バカバカ。毒さえなければ持って帰り我が家のペットにするところだ。のび太とか誰だろうか。鬼畜か。うわ、今まで見たスライムで一番怖いわ。リムルはね、ちゃんとスライムしてるからさ。これ怖いわ。あいつが汚染を汚していたのか。お、お、すげえ。痛いだろうに。もうそうだ、いいから、とっとと逃げろ。見ろ、青い髪の子が言ってることは本当だったんだ。おお、おお、いやね、まんじゅう飯。おお、助けてくれてる。お姉ちゃん頑張って。おお、やる。みんな下がれ、ここは危険だ。そこはね、邪教と。私の爆裂魔法で、あいつをコンパみじんにしてくれます。お、これは。この山自体が汚染されちゃう。てか吹き飛ぶな。なんとかできないのか。今の私の魔力では、あの大きさを凍りつかせることはできません。おお。小さくできれば。俺たちの大事な汚染汚しやがって。このバチ当たりのセットこだ。おお。え、飯食うの？食ってんの？石鹸は食いもんじゃね。より好みするのか。いやいやいや。はい。小ずるいこと考えて、なんとかしてくださいよ。小ずるいとか言うなよ、こら。小ずるい。骨？え？あ、温泉の管理人さん。うわ！食ったのか。許せねえ。溶けてる。まだ完全に消化されていない。これしか。かっこいいし、怖えな。完全に消化されていなければ蘇生できるか。おお。あ、すっげえ。入ってないではない。書いてない。今の半分くらいになれば。おお。打たせてやるぞ。あっちで待機してるんだ。打っていいんですか。ハッ。私は飛び散るハンスから皆を守ればいいのだな。そういうことだ。頼りにしてるぞ。いいね。温泉街に幹部クラス登場なんてゲームバランスどうなってんだこの。確かに。ゲームならひどいな。いや、よう頑張ってるよ。おお。おお、いや勇気あるよ。いや、めっちゃやべえな。爆走、最高最強にして最大の魔法、爆裂魔法の使い手。あ、かっこいいよ。我に許されし一撃は同胞の兄に似た盲目を奏で、蘇生を前世へと葬り去る。強き鼓動を享受する。かっこいい。お前の運の月はこの町に来たことじゃない。俺たちを相手にしたことだ。おお、おお、エイグ即座にやられた。赤き黒煙と同調し、血潮となりて償い構え。裏手エクスプロード。うおい、やば。まだ言ってやがる。お、ほら、おお、からのうわ、え、神回だわ。超やべえわ。戦闘やらせたらこうなるのか。やべえ。おお、やば。あ、死んだな。お、珍しく死んだな。死んだか、本当に。本当に死んだか。おぉ、ギリだな。ここまで俺を、うわ、やっぱり、やっぱりな、やったか、フラグ。おぉ、だがまだだ。クラゲやん。すぐにお前たちを食らって回復してやる。スライムつうか、クラゲやな。魔王しばくべし。おぉ、悪魔倒すべし。あ、やべえ、かっこいい。悪魔倒すべし。広い。しばくべし。わあ、ここで。ガーダブラー。いや、かっこよ、これ、やば。
かと思えばそれぐらいではこの俺は倒せんぞ。おお、あ、やばい、ダメージ。やりたいよ。お、そりゃそう。それもある。いや、すげえな。その光は。何時老後を恐れる中で未来のあなたが笑っているか、それは神ですらもわからない。今だけでも笑いなさい。あ、いいこと言ってるやん、ちょっと。あ、いいこと言ってるわ。ようわからんけど。しばくべし。信者たちの大切な温泉を汚したその罪。おお、あ、かっこいいわ。救いを求め懺悔なさい。え、めっちゃかっこいいんだけど。まさか英氏の胸はパッといい。まっそう、ここでそれはないだろう。この神作画でそれはないだろう。ここでそのセリフはないわ、マジで。ふざけんなよ。戦いは終わった。おう、俺たちは汚染騒ぎの功労者として感謝されなかった。私が覚えて紹介しただけなのに、なんでみんなに怒られるのよ。アクアのゴトレクエムによりアルカンレティア全ての温泉はただのお湯になってしまった。バクシズ教団の財源の元を断つという魔王軍の目的を結果的に完遂した形になってしまったのだ。くさ、何この状況。水のテレポートで帰るつもりだったのだが、ああ浄化の力に当てられた彼女は今に消えてしまいそうだ。いや、ウィンズさんめっちゃ頑張ったな。こっち来いよ。バメロス。俺たちは他者に揺られ帰らなくてはならなかった。結局当時になんてならなかったな。うん。ねえねえ。ほら見て、アクセルの街が見えてきたわよ。ああ、戻ってきたな、ホームへ。でも透けてんだよ、ウィッツさん。ああ、返した。あ、温泉だっていいゴミ分じゃねえか。おかえり。おかずは今晩ギルドで飲もうぜ。いいね、この感じ。 おかえりなさい。みんなと友達になって、大変でしたね、やっぱホームだ。お、生きて帰ったな、やはりお前は。いや、気のせいか。あー、なんだよ。どっかでありそう。あ、お、いっぱい持ってきてる。待ち伏せていたようです。いっぱい持ってきてる。ここへ来たのよ。仕方ありませんね。久しぶりに構ってあげましょうか。お、お犬様みたい。かわいいな。お、いいの。ただまやっぱり冬が終われば春が来る。俺はここで目覚め、ここで眠り、ここで生きている。お、今やってる。この理不尽で取り留めなく残酷な素晴らしい世界に。野球拳やってんのかよ。アンドユー。ああ、ちょっとカズマさん。アンドユーって何？はいよ。お母ちゃんやん。わあ、すげえ。マジか、終わったこれで完全に。最後に、あな、ああ、最後にちょっとミリ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 。おお。本当の戦いは。おお、これ今のこの1個のセリフだけで なんか縁起悪いような、あの戦いはまだ終わらないぜみたいなさ、打ち切り作品の打ち切り作品を感じたんだけど、大丈夫これ？なんかちょっと打ち切り感があったぞ。みんな応援ありがとうな。お、俺たちの本当の戦いはこれがこれか。打ち切りなのかよこれ。って言いながらまだまだ映画にもなってるから、映画にもなってるから、いやー、すごいなー、すごいなー。はい、このそば2期完走ということで、ありがとうございます。ありがとうございます皆さん、ここまで本当にありがとうございます。いやー、すごい作品だったわ。マジですごいっすわ。1期を見ていって腹筋痛くなって、おかげさまでそこで鳴らしていて、ちょっとずつね、あのお腹がつらなくはなってきたけど、でもやっぱずっとお腹に力入れてんだよね。それぐらいやっぱね、面白い。うん、やっぱね、アニメとはこうあるべきだなって本当に重ね重ね思うな。このなんか楽しい感じ、
終わってなんか浮遊感であったりするじゃん。なんか楽しいことしたときとか素晴らしいものにあったときとかさ、いい映画見たときとか、なんか本当にそのいい映画を見た後の映画館出た後のあの浮遊感、それを今感じてる、うん、すごいね楽しい気持ちですね。はい、でカズマがやっぱお母さんだねなんかね、おかえりっていうのもやっぱお母さんのやることじゃん。お母さん化してんだよな。なんかこのパーティーのみんな程よくね、なんかやらかして帰ってくるんで、それをね、あの優しくなのか、あの、うん、なんか、待ってくれているお母ちゃんみたいな、そんな感じすんだよね。そんなこんなでこの中二さんのね、あのセリフがちょっと聞きたいんだよね。ちょっとなんかセリフが気になったという感じなんですけども、はい、ちょっともう一回ここで。この魔法は爆裂魔法の使い手、我が名メグミ、我に許されし一撃は同胞の兄に似た盲目を奏で。同胞の兄に似たって何なの？同胞の、え？されし一撃は同胞の兄に似た盲目を奏で、蘇生を贅す。同胞の兄に似た盲目って何なの？これセリフで見たよね。セリフで何を言ってるのかってのはすっげえ気になる。同胞の兄が何だって聞こえたからさ、ウィズさん本当にね申し訳ないんだけど、かっこよく戦ってる時もずっとブルン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 揺れてるからさいやもうね困るんですよこのスバー。でもなんか今回戦闘シーン本当にすごかったわ。なんというかさ、まああの4、8話、9話とかでも結構ずっと言ってんのがさ、8、9か8、9、4、8、9、うん、で言ってんのが、なんかこう何かが間違ったらちゃんとした異世界転生ものになってたなみたいな、全部間違ってこのそばができたのよ異世界転生してるところまではいいんだけど、そこから始まる冒険と俺らだから俺らがイメージしてる始まる冒険とここで起きてる冒険が全く違うからさ、だから何か一つでも間違えればというか全部間違えればあのね、なんか俺らが見るこう異世界転生ものになってたのかなと思うんだけど、でもそれがちょっと見れたよね。あの戦いっていうものがさ、やっぱ異世界転生もので結構ねあの重要なところになってくるんだけど、すごい戦闘シーンかっこよかったわ。もう神作が本当にすごかったのにちょいちょいふざけてくるからね。最後のパッド情報いらんやろあそこでなんだよ本当に。これがこのスバなんだよこれがこのスバなんだよ。面白いな。だからここからね、冒頭でちょっとお話ししたみたいに、OVA 11話の OVA を見て、で映画見てね、でそこからの多分順番的にはそれですよね。当然それしかねえな。今3期がやってるわけだから、あの10、13話ぐらいの OVA をその後にもう一個ね見るという OVA 映画 OVA 13、かっこよく見てみた13だよね、合ってるよね、うん、側だけ外人だからさ分かんねえんだよ英語分かんねえからさね、あの日本にいると本当に困ったもんだよ。外人の人にね、結構あの外人の人って日本語としておかしいな、外人に声かけられてあの外人が外人という謎なあれ起きてんだけど、外人に渋谷行ったらさ道聞かれるんだけど、いや分からんかなと思いながら気合でなんかちょっともう分からんからそのままその場所までついていくとさ、結構あったんだよね。困るよあの東京ね、都内歩くのが怖い、外人に声かけられたら何を言ったらいいかわからんっていう、そういう状況です。はい、ということでね、このスバ2期本当にね、皆さんいろんなことを教えてくれてありがとうございます。おかげさまでねめちゃくちゃ楽しめたんで、ここからね引き続きね、まあ今だから中間ぐらいまで来たんじゃないのこれね、中間ですよ、ザ中間ですよ。ここから OVA 見て、映画見て、そのもう一個 OVA 見てからの3期になるの、ちょうど中間やで。ねえ、ここまで来た。ね、多分3期は、俺が3期追いつく頃には終わってると思うけど、終わってると思うけど、それもまたなんかこのそば感だよね。そんな中は完璧に追いつけると思うねよ、みたいな。俺、わからんかったもん、OVA が13個もあるなんて。映画はね、教えてもらったから分かってたけどさ、ああみたいな。つ話で、はい、あの、引き続き。ここからね、このスバをみんなと楽しんでいきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!